それでは今日のゲーム振り返ってまいりましょう。ハイライトをお送りします。今日は宮城と美馬が先発をしてゲーム開始です。1回の表ワンアウトランナー2、3塁とチャンス、マーティンです。タイムリーツーベースヒット、宮城からマリンズが2点を取りました。初回の攻撃です。マリンズは2回の表、今度はワンアウト満塁、バッター3番の中村翔吾です。これが犠牲フライになりました。3点目、3対0。一方のオリックス・バファローズの3回の裏、ワンアウトランナー1、3塁と反撃のチャンス、田地のサードゴロ、三塁ランナー福田が三塁間に挟まれてホームでタッチアウト。さらに2アウトランナー1、3塁、杉本、今のワイルドピッチ、この段に点を取ります。3対1、マリンズリードは2点に変わりました。今度は4回です。ロッテの攻撃、ワンアウト1塁2塁、宮城はここ奮闘します。よく抑えましたよね。抑えましたよね、はい、マーティン・レアード、これが大きいですね。大きいですね、はい、引っ張りところでマーティン・レアード連続三振でした。4回の裏、ワンアウトランナーなし、北がこの神戸で初安打を打ちます。しかしこの後です。ワンアウト一塁で伏見の当たり、ライトへのプラブラッと上がる打球、まあこの判断は難しかったですか。けどもっていうところですけどね。北は2塁でアウト。3対1変わりません。5回の裏、ワンアウト満塁、今度はオリックス大チャンスで打席に親、セカンドゴロ、併殺だ。ここら辺まではもう全然ロッテの流れですよね。本当ですよね。あとはリリーフ陣が踏ん張って流れを巻き戻そうというオリックス・バファローズ。その後8回の裏、先頭バッターの代打大下、この一発で雰囲気変わりましたね。いやもうね、なんか改めてこの、ね、まだホームランで1点差、1点負けてるんですけどね、なんかいけるぞっていう雰囲気が出てきましたもんね。後半戦好投を続ける佐々木千早から打ちました、大下1号。8回の裏、ワンアウトランナーなし、伏見のレフトへのツーベースヒット。そしてまだ何か起こります。ツーアウトランナー三塁、福田平凡なショートゴロだったんですが、エチェバリアのエラー。これもちょっと普通ありえない。そうですね、同点です。タイムリーエラーで同点。9回表、登場したのは守護神の平野。バッターはなんかもうやっぱ平野もう貫禄で当たり前のようにね抑えてますけど、本当ですよね。涼しい顔で、レアードを空振り三振に切って取りました。そして9回、代わった田中から宗、先頭バッターで出塁しました。本当今日のね MVP でもいいぐらいの活躍ですよね。いいですね。そうですね、はい、ワンアウト満塁でまた大下、確信していました。大下右手を上げてさよならヒット。4対3、オリックス・バファローズ見事に逆転勝利。首位攻防の3連戦の1戦目を取りました。勝ち平野、負け田中でした。今日のハイライトをお送りしました。